坂本々は、テレビ大阪のアナウンサー。和歌山県海南市出身。和歌山県海南市出身。和歌山県立高用高等学校卒業後、関西学院大学社会学部へ進学。2013年には、関西学院大学のミスキャンパスファイナリストに選出された。2016年4月、NHK 和歌山放送局に契約キャスターとして入局。 2019年3月に同社を退社後、同年4月1日からテレビ大阪に移籍した。特技はフットサル。趣味は釣り、カヌー、ハイキング、旅行、お笑い鑑賞。ット字は担当中ハット AB、アナウンスルーム、都合テレビ大阪。www.tv-ossake.co.jp。2020年1月12日閲覧。 有田美冠大使任名式5人の女性が選ばれる。WBS 和歌山放送ニュース。2020年1月12日へ閲覧。ミスキャンパス関西学院2013特集。坂本七美学生図鑑。美学生図鑑美男美女大学生の写真インタビューサイト。2020年1月12日へ閲覧。ABNHK 和歌山の坂本七アナ。 テレビ大阪に入社、デイリースポーツオンライン。デイリースポーツオンライン。2020年1月12日、閲覧。坂本七歳の七色景色、土坊テレビ大阪アナウンサー。w w w t v o s a k a c o j p 2020年1月12日閲覧。優しいニュース坂本七々に厳しい質問。女子アナ。 日刊スポーツ nikkanspoorts.com 2020年1月12日閲覧、ありがとうございます。